次こそ頑張ろう。ボタン押され読みできるペース上がっちゃうとちょっと難しいな。ナイボー、ごめんなさい、東亜さん目線で俺つるっぱげになっちゃってると思う。あ、そういうことか、スキンね。そう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 、あ、ほんとだ、ごめんなさい。まあまあまあ、切っちゃった。自投票します。はい、はーい、はーい、OK です。に入れてます。ゼロ減らします。え、これは何ですか。何ですか、わかんない、誰もわかんない。これあれ、なんか自投票してないやん。自投票合わない。自投票してよ。嘘つきいる。はい、最高やん。はい、誰かしますけど、嘘つき。やっぱ2手目ボタンに限るな。誰も来ないんだったらやっちまうか。来たんです。やっちまうか。これ猫さんやってっかな。パン君死んでいる。心電図情報があって、停電治ったあと5秒6秒後の心電図情報が、すでにパン君死んでました。はいはいはい、さんそっち方向に行ってるのは納得できます。ランジですれ違ったんだね。はい、あ、ついでに3秒前のアドミン覚えてる限り、メイン1、キッチン1、エンジン1、エレキ2、バイタル2、はい、バイタル2、順番に順番に行きましょう。はい、メイン1、2、3秒前です。はい、メイン1。どっちだろう、僕かエレキさんのどっちか。僕今メインからエレキに降りようとして、やめようって言って書いたボタンをって言って引き返したんで、多分メインが僕かな。センターさんがメインじゃないところだと思います。まあまあまあ、メイン1、エンジン1。はい。はい、キッチン1。はい。エレキが2。しょぼつけ。しょぼつけ、トーヤ。で、はい、バイタルが2です。エレキ。はい。で、あとね、ラウンジの方に位置あったかなーっていうのがあんま自信ないぐらいっす。なるほど。僕の位置がないな。はしごかな。あ、でも僕の可能性ありそうだよね。ああ、確かに。じゃあ、はしごじゃあ、僕のシャワーがあれかな、ラウンジにずれてるのかな。かもしんないので。まあ、2、3秒で多分多少ずれあるだろうから。え、バイタルの2誰でしたっけ、千早さんと。ナイコ。あ、ナイコさんです。ナイコ、ナイコさん、千早さん。ナイコさん、気持ちマイク上げてください。お願いします。 すいません、はい、ありがとうございます。はい、あ、ちょうど上げてた今。はい、ゲーム上げました。めっちゃ上がった。え、いい、なんだ、はい、お、ちょうどいい、ちょうどいい。うっす。ん、結局パン君さんは見られてないってことですか、このターン。うん、見てない。だから左ではないと思うけど。え、ショボさんさ、僕とさ、宿舎前で湧いたじゃん。うん、もう一人いなかった。あ、俺、LG さん、LG さん、LG さん、左でタスクに入ってる。はい、僕と LG さんで金庫室入ってるから。はい、当てます。右は、千早さんと内子さんと僕が多分いないことを証明できるかな。そうですね、この辺通って、停電前ぐらいからずっと千早さんと一緒に貨物室でメディカル行ってたので、この辺見なかったですよね。見なかったです、うん、はい。いや、わかんねえだろこれ。分け位置からもう一回丁寧にやりますか。あっくん、アドミン情報出してわかんないってやばいね。まあ、それか赤目田さんが隠してる可能性はあるかな。まあ、僕が隠してる可能性はあるけど、まあ、7割当たってるので、まあまあまあ。誰だ入れてんの、怪しくねえだろ、どう考えても。おっしゃるもんね、おっしゃるもんね。ナイコです。ナイコです。僕に入れてるの誰か聞いていいですか。あ、わし。あ、そう、あ、オッケーです。理由は、え、なんか一番位置が曖昧そうだったから。うん。あ、てか、まあ、いや、最後のね、あれなんですよ。LG さんと僕、エレクトリカのはしごの上で
めっちゃ合ってるんですよ。ああそう、最後の最後は一応合ってる。そうそうそう、だから2、3秒だったら結構なんかわちゃっとしてたんで、なんかメイン2のはずなんですよ。ちな、停電直したのは誰だったんですか？千早と内子さんで貨物で。あ、その後バイタルか。はい、その後バイタルです。はい。うーん。LG さんエレクトリカルからミンホール側に行ってたこれ。違います。メインからエレキに行こうとしたんだけど、はい、ボタンが押されないからボタンを押そうと思って引き返したところでショーロセンターさんが来て終わったから。ああ、なるほど。なんか、はいはい、だからしてました。はしごの上のとこのなんか微妙な空間にいました、最後。そう、だから2人ともいたんで、で結構見てたんですよ、その動きを。だから、うんうん、メイン2だったら納得なんだけど、シャワーにもついてないんだったら何が起きてんだって感じ。だから、いや、メインは絶対1です。しょぼすけさんに向けて言うと、LG さん目線僕を見てくれてるはずなんで、僕の、アドミン位置がなくて困惑してるって、僕が困惑してるって感じです、むしろ。まあ、キルできなくはないと思うけど、確かアドミン的にはちょっとあれかなってなってますね。そうそうそう。僕の位置がない。縮小機の LG さんと貨物、はい、センターってどこ脇だ？貨物。でしょ、貨物脇のセンターがメインで開港しているのに、その近くにパン君がいないとお互い言ってるから。はい。ラウンジ1がパン君の時だけそこを通った人物が犯行可能って感じで、うん、確かに、うん、ラウンジ1確実なんですか？そうじゃなければ僕いやラウンジがアーカイブです、ごめんなさい、右上1です。だから僕のね、なんていうん、そのアドミン情報もないから、なんかそのアドミン情報もなんかどうなんだろうって思ってんだよね。 それで、まあ、そこを通った人物か、もしくは、バイタル偽装、あ、じゃあアドミン偽装している赤目田さんかっていう二択かなと思ってて、僕もアーカイブを通った利益があるのが、内子千早コンビと先端、千早さんは弾けるはず、うん、序盤に通ってるから、わからん。え、でもね、千早さん、内子さんの2人は弾けそうな気がする。僕の位置がないから、なんかそれがずれてるとしか思えないんだよね。あったとしたらシャワーとかメインが2とかですもんね。そうそうそう。はい。アドミン強いな。アイコさん結構キルできなかったって前言ってたから、バンバンキルしないとな。はい、ナイスボタンです。はい、ナイスボタンです。じゃあ逆に赤目田さんに言うんですけど、はい、ラウンジかアーカイブに絶対1いるって。あ、右上は絶対1あります。絶対1いるんだ、そこは言えます。ただそれでも多分1足りないんで、多分どっか見落としはあるかもしれません。そう、一旦そこの話置いといて、例えば映らない場所、通信室前とか石油の通路とかっていう可能性も別にあるわけじゃないですか、死体が、うんうん、死体あるいは人がそこにいた可能性があるんで、なんかセンターの位置がないってよりかはどっかが欠けてるだけでいいと思うんですよね、アドミン情報って。センターに個質問だったら僕がアーカイブ判定の可能性も多いってことで大丈夫ですか？いや、うん、というよりはセンターに個質問があって、センターってメインに来るそのエレジーさんとはしご上で会う前ってどこにいた？は、アーカイブシャワーメインでって感じです。その時に例えばセンターがシャワーの覚えのところにいたんだったら、赤目田さんの言うアドミン情報って3秒前って言ってるから、例えばそこにいて、うん、センターがそこにいて映ってないタイミングの話をしている可能性があって、言ってないからなんかどうなってんだって思ってる。まあ、そっか、死体とセンターの位置がないって感じだよね今。そうそうそう、僕のはしごの情報がなかったけど、あとソップ10のはしご情報ないから、うん、だから3秒ってのが勘違いでアーカイブが僕なのか、もしくはアドミン情報かけとかもあるんじゃないですか。アドミン情報が飲み間違いなのかって感じ、ちょっと困惑って感じ僕的には。まあいいんじゃない、一旦それで、その点はプテってさ、プテに聞きたいことがあって、プテってどっから行ってる、ミーティング、金庫、宿舎前金庫、宿舎前、ミーティング、どこのドア開けた？下は開けてない。下俺かしょぼすけさんじゃないですか、多分開けたの。うん、そう。いや、開いてないはずだけどね。あ、だ俺が多分行ってて、要は、昇降機の左側だけドアが開いてたのね、うん、俺が下に着いたタイミングで。ああ、はいはいはい。で、他に誰もいなかったと思うから。あ、そうなんだ。それか、2人が行って、
宿舎前のドア閉まったのかな。あ、多分そう。でもだとしたらずれてるから、なんか宿舎のドアのなんか感じおかしいけどね。僕的にはカメダさんの心象がいいのであんま疑ってないです、カメダさん。だから困惑って感じ、シンプルに。なんだろうな、ドアも。めちゃくちゃいいキルだと思いますよ、これ。あ、うん。映ってないし。よしよしよし。変なところにこだわりまくって議論を消費させて、しかも絞れないってなったから、いい切れな気がする。あー、コミは鳴らさないでほしい。どこにあった死体？エンジン。マジか。あ、じゃあ LG さんです。お、今弁当からキッチンの弁当から LG さん来てました。ああ。おお。ナイコさん情報出しちゃいな。ナイコさん情報出しちゃいな、言うの。はい。今メディカルんとこで隠しろ出せますね。来てたの。いや、だ死んだ秒数。あ、よく僕ギリギリ見てないんですよね。ショボスケさんとすれ違った時に。あ、じゃあ僕が死んだ3秒か2秒。ですね、多分直前です、ね、2秒です。はい、はい、あ、じゃあネロちゃん弾けるわ。じゃあ、うん、あ、そうなんすか。うん、うん、絶対弾ける。うん、並走してたからワンチャンやれるかなと思ったけど、俺バーガータスクやってたんですけど、なんか多分いやいや、バーガータスクにはいなかった。バーガータスクにあまあいない。いや、ちょっと、まあじゃあちょっとだ。じゃあ対立じゃないと。まあまあまあ、じゃあパン君の話。対立じゃない、僕、あ、僕とネロちゃんの二郎もあるってことか。ああ、まあ、いや、まあ、全然持ってないけど、うんうん、まあ一応ショットキルは先端さん全然僕はできると思う。あ、でも千早さん目線も弾けんじゃん。ネロちゃん見ました？千早さん。うん、先端さんもネロちゃんも見てるから大丈夫。あ、じゃあ弾ける。うん、おお、三人外になっちゃう。じゃあまあ僕目線だと100億%ジャッカルだと思います。視界広かったらおそらく俺のこと見えてるんで出てこないと思う。ああ、なるほど、なるほど。まあ僕目線は先端さんとネロちゃんのラインが繋がってるように見えるので、千早さんも入っちゃう。そしたら千早さんまで繋がってる。入っちゃう。そうなんだ。いや、まあそうなのか。インポスター、インポスタージャッカルだ。じゃあ、あ、じゃあバーガータスクどっからやりに行きました。ちなみになんですけど、武器庫から。武器庫から、エンジン脇で先端さんが上に行くので僕は左に分かれて、武器庫でタスク2個、あの住所は2個やって、それぐらいでコミサボになってバーガータスクやって、でなんかその右らへんにいたらなんかネロちゃんがちょうど来てボタンみたいな感じでした。うん、オッケーです。まあ武器庫からキッチンに行ってるタイミングでコミサボになってたと思うんで、はい、それであれば、はい、まあ、じゃあローラーでもいいですけど、うん、あんまり俺は疑ってほしくないなと思うぐらい。大丈夫、 LG さん、この後絶対にネロちゃんするから、はい、うん、あ、安心してください。大丈夫、マジで絶対マジで釣るから、うん、はい、設定ボタン押さねえかな。強い、すらせねえよ。バイバーイ。まあざっくりがいなくなったのはまあでかいかな。サボなる前にやった方がいいんだろう。ここはね、エレクトリカルで2人と会っちゃうとな、キリできないんだよな。あ、じゃあネロちゃん釣りで。ナイボー、ネロちゃん釣りで、うん、ネロちゃん入れました。押さないって言ってたのに、押してるから、おかしいよね。逆だろうがよ。そういえばさ、僕、ごめんね。ハイデバン釣り、カチカチ、ほんと、ごめんね。アムソリ。多分お見合いしたの僕です。すいません。アムソリ。はい、アムソリ。すいません。はい、かわいい。気をつけます。すいません。もう喋りたいことない、はい、大丈夫、スキップしちゃって大丈夫。ナイコさんが今最速でバイタルを見てたんですけど、多分まだ死んでないだろうなって思って、はい、いろんなってちょっと見てたんですが、ちょっとうまいです、ね、初手も LG さんって可能性ある、はい、あると思います。じゃないんじゃない、ないんじゃないですか。
だって先端の目撃証言があるし、なんかエレキに行こうとし、あ、違うか、エンジンとかからだから、エレキ、あとはしょぼすけから否定が入るんじゃなかったっけ、違ったっけ、から言ってたんだっけ。いや、まあ僕と大子さんが、エレキじゃなくて、エンジンからメイン行って、エレキを利用と思ってやめて、で、先端と会ったっていう話だから、タスクはやってないよね、聞いてる感じだと。アドミン情報と合致しないか、やった左の。あ、でも多分、まあまあいいか、まあいいや、ないです。あんまり追ってない。赤目田さん、先端どんぐらい疑ってます？先端さんですか？いや、客観視、アドミンとか抜きに話聞いてる感じ、先端さん、内子さん、千早さんあたりが切れるのかなっていう印象を受けてます。千早さん無理ですよ。あ、千早さんは無理。はい。はい、で、僕も千早さんと結構長い時間いたんで。さん疑われてるってことなのか。千早さん疑われてるっていうか、あ、どうぞ。千早さん視点って、診察一緒にいたのは内子さんでしたっけ？そうです。はい、でもちょっと、白打てるんですか？てか、それ主張するんだったら、僕がどこにいて、どうやってエリジさんとついつま合わせしてたんですかっていう話なんですよね。それは難しい。僕目線そうなんで、それを証明してもらわないと、雑だなって思ったな、はい、逆になんか赤目さんの心象下がったかな、はい。僕はどっちかというと、自分のアドミン情報を抜きにして、みんなの話を聞いてる感じ、先端さん、内子さん、千早さんって言って、今、千早さんが弾けたって感じですね。うん、でさらに情報を違いから出すと、内子さんとあのキルクルタイム上の関係で内子さんは無理、はい、だから無理だ、早内子さんは大丈夫、はい、相当長い時間一緒にいたので厳しいと思います、だから先端さんしかいないってなっちゃう、アーカイブが本当なら、でも僕のアドミン位置がないです。そう、それなんですよね。ないんだ、僕がスーパー見逃しピンポイントの可能性もあるので。この話掘り下げてくんのプテ偉いな。ナイボー、ナイスボタン、ナイスです。タスク終わりました。ナイス、ナイスです。あと3つ2キルまでには終わりです。終わりそうです。震えて眠れよインポスター。じゃあな。まあネロちゃんの情報が何かあってそうだったら、ね、ニロ警戒した方がいいんだよね。うん、ニロだと思う、残りは、あの一応先端さんができる可能性を提出すると、実はメインのはしごの上でエレジさんと会ってなかったと。で、先端さんが、まあ、覚えゲーのタスクのとこにいてアドミンに移んなかった。で、アーカイブで切り取ってたとかだったら一応可能性はあるかなっていうのを提出する。でもエレジさん、今ジャッカルで見てるわけでしょ？あ、でもそうじゃないかもしれなくないですか？あの、普通にポンって出ちゃったっていう可能性はあると思うから。エレジさんからも一応総合目撃情報は出てたはずですよ。その話ずっとしてたんで。うん、はい、そこは出てました。覚えてます。うん、そこも踏まえた上で千早さんはそう思ってるって話ですよね。うん、うん、まあわかります、その話も。少なくともモーフィングの方ではなさそうって思ってる。素のインポスターの方だと思ってる。僕のアド、僕がどこにいるのかアドミンから出てないから、もうアドミン情報を疑ってるっていう結論にしておきます。じゃあ、うん、はい、そう、うん、ピンポイントで1としたいか、2が足りないのか、申し訳ないです。スキップしていいかな、大丈夫かな。はい、はい、いいよ、はい、はい、よし、貨物を開きまーす。はーい。ここ、あー、トウヤさん追いかけてキルピするべきだったか。キルピ間に合わねえ、これ。ジャッカルもいねえからな。無理にキルしないと。いや、でもそれでももう間に合わなそうだな。うわ、どうすっかな、これ。見えてそうだな。親さん立ち回りうまいな。なんかボタン押していくわな。これを阻止するしかないな。もう
やばい、ボタン押されたら。やばい。あら、あら、超直近、超直近、今ミーティングからトウヤさん、はしご降りました。トウヤさん多分ミーティングの方行ってると思いますね。はい、今はしご降りました。降りたところ降りて、僕がはしご登って何もタスクをせず速攻ボタンなんで、うん、降りて、うん、じゃあ下にいるってことね、うん、はい、下です。宿舎前の下の扉が閉まってます。僕は今宿舎前の下まで来てる。で、扉が下が閉まってて、はい、右は見てない。うわー、ドミン今一瞬開いたけど忘れちゃった。赤メタさん目線で宿舎の扉って閉まってたんですか？下、そこ大事じゃないですか。赤メタさんがどうやって来たかによるんじゃない？僕はシャワーメインエンジンって上がってって、扉は開けてないかな。開いてたってことですね。多分開いたと思います。うん、じゃあその後閉まったのかな。僕が見た時閉まってる。まあ、はい、開いて確認してほしいです。はい。下の情報、プテさんの情報を元にすると、ネロちゃんが無理かな。ネロちゃん無理。ネロちゃん少し無理、うん。あ、そこで見合ってる、ナイス。うん、ネロちゃんと僕、うん。ストーカーされました。さっき結構議論上がった先端のところにいます。僕、武器庫。最初に誰か見られてる？いや見られてない。最初に千早さんと東屋さんと多分千早さん停電中だったけど多分いましたよね。多分金庫室、うん、うん、金庫室行った。はい、行きました。で、そっから、ドアが多分右側開いてたからミーティング行ったんだろうなと思った。東屋さんがどのタイミングで武器庫入った？最初、あ、じゃあ最初じゃない、最後。最後、はいはいはい、最後どっちから入った？エンジン側から？そうね、コミュから入った。コミュ前から、うん、からいた。あ、で千早さんとすれ違ってんの？それすれ違ってない。あ、すれ違ってないんだ。うん、まあ、鶴なら先端かな。僕は、僕も同意。しょぼさんとネロちゃんがその辺にいるんじゃない？そう、僕今アドミン開い、ちょうどアドミン開いて 0.5 秒後ぐらいにボタンになって入った瞬間、ちょっと待って、7人二人狼でしょ。だから俺はもうスキップでもいい。タスク終わってます。いるなら先端、うん、はいはいはい、タスク終わってる。タスクこのターンで終わります。はい、先端どう、はい、もうそろ終わります。いや、もうこれ無理だな。いや、もう無理に通すしかないもんな。キルクルたまってないね。入っちゃった。え？先端さん、先端だと思います。あ、はい。あ、オッケーオッケー。で、ナイコさんもちょっと怪しく見えたな。今、上いましたよね、ナイコさん。うん、なんか、何してんだろうって感じ。カメラついてましたよ。ミーティングの方向かってました、そのまま。カメラ見てたの、千早。はい。その人から証明してもらえばいいんじゃないですか。ナイコさんは上に立ってました。ネロちゃんと赤目田さんでこう、上、うん、り下りはあったと思います。そこしか見えてないです。はい、ナイコさんは切ってはないです、このターン。はい、一緒に動いてたんで今回の切りは絶対ないですね。うん、で、赤メタさんと俺が同じタイミングで橋を上がってるんですが、そのタイミングでショボスケヌーンに乗って右から左に来てたんですね。なので、はい、ショボスケの反抗無理なので、まあプッテセンターになりますが、その直近のセンターと違ってるので、間違いなくセンターだと思います。うん、オッケーオッケー。僕が、ヌーンで、右に行ってます。僕が左側を直してヌーンで右に行って2つ直そうとしたんだけど、あ、じゃあプテも可能ってことじゃない？いや、プテが可能だった場合は弁当をセンターが見たらおかしいから、それ破綻してるかな。うん、うん、そのくらいのタイミングだって俺らのすれ違った時、うんうん、センターが降りてる中、うん、僕本当に直近っすね。エンジンの、下まで行けてるな。そのエンジン、宿舎の下、弁当は見てなかった。うんうん、ベッドだった場合は絶対見えるだろうなと思ってる。うん、まあ僕は先端にいるよね。うん、で、
ナイコさんの動きがめっちゃくちゃ怪しかった。なんか待ってる感じだった。単純に。そうですね。僕は上で殺されると思っちゃった。タスク、タスク残量を確認。待ってます。ミーティングで終わります。ミーティングで終わります。はい、終わります。じゃあ僕とナイコさんがラストかな。ですね。はい。やだ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 。アドミン申し訳ない。ピンポイントポンコツをかましたかもしれない。これは。いやーごめんもうちょっとキルしたかったな。これ僕も先端さんキルしたかったな。ドテキルどっちなんですか？全部僕です。やるやるね。これはもう無理だな。もう時間タスク無理っすね。終わっちゃうかな。うん、ごめんなさい。ダーッ GG。いやー、ネロちゃん名推理だったなぁ。よくジャッカルインポスターわからん。あ、俺なんかした？いや、俺がジャッカルまで当てたから。そう。もうだって視界狭くなかったらあれしないでしょ。まあ、そうですね。あ、違う。全部僕じゃない。LG さんはキルしてんのか。あ、そうそう。スナパイさんだけ僕です。そう。すいません。めちゃくちゃひよってました。はい。トイレでよし。申し訳ない。いらっしゃい。結構早めに補足。ほぼ全部やってもらいました、マジで。僕があんなところにいたからずっとキルで出してたんで。そう。いや前半いい感じやったのにな。キル日和すぎましたね。ちょっとサクサク切っていかないと多分。タスクがね、タスク勝利がね、一番辛いからな。ビリ倒してましたね。もうどんどんバレたらもうどんまいぐらいの感じで。あ、もうそんなに行くしかないですね。弁当芸してもどんまいです。意外にバレないです。僕も最初もうバレてなかったんで。はいはいはい、アドミンあんなに。アーカイブ絶対1位いるって言われてんのに、うん、めっちゃ適当言い張ってたんで、うん、いやあれは盤面的にアドミンなくても詰まりそうだったのでマジで助かりました。ありがとうございます。皆さん証言が取れてていいめっちゃ理論妨害してまくってたからずっとまだ実際僕のやばかった。僕がメイン2のはずなのにいなかったから家にあの話引っ張ってた。すいません、ちょっと見返してきたらメイン1でシャワーにも行っちゃったみたいです。あ、それはそれがあれかキルしたと思ってくださいかな、多分。そうそうですね。いやでも神キルやったなね。いやー、うまかったですね。ちょっとキルバカみたいなところに僕がいたから悪いんですよ。アーカイブの上いたから。連打しなきゃ。アーカイブの上。いや連打して連打してたんですよ。キルやったんですけど、停電が治ってチキって連打やめちゃったんですよね。してたんだ。向かってってる人間の方が、はい、向かってってる人間の方が強いんだよ。絶対勝てないの待ってる人って。あ、このゲーム。うん、あ、そうなんだ。知らなかった。ラグがあるんで。あ、そうそうそう。が判定入るよりも先に相手の方が判定入ってる。ああ、うん。いい情報。ありがとうございます。走り回ってる。速さ強いですよ。うん。まあもうちょっとね、そのキルするっていう時はサクッと。はい、サクッといかないと。サクッと。サクッと。いや。わかりやすく、うん、サクッと切ります。お手洗い戻ってわかりやすく、実はサクッとわかりやすくないでしょ。実はねサクッとって一回振ったんだけど、東屋さん一回かき消されちゃった。すいません申し訳ねー。かき消されたんだ。